エアライドに限らず、えらく久しぶりだな、ズッチーよ。そうだな、多分1年ぶりぐらいじゃないかな、こうやってゲームするの。ってことで、お久しぶりーく、三沢リオです。どうも、ズッチーです。2017年になって初のエアライド動画。次の投稿がいつになるかわからないため、2017年で一番印象に残してたこの試合を使っていこうと思います。そやのっけからこんなことしてたら印象に残るわな。開幕パニックスピンとか、1週間洗わず着続けた肌着並みに汚ねえぞお前。しかもデビルスター乗らねえのかよ。何のための戦いだったんだこれ。戦いに意味などない。スピン落ちてて近くにお前がいたからだ。ただの通り魔じゃねえか。お前が言うな。壊れかけの兄貴じゃないか。死ね。いつもだったらここで69回ぐらい仕返ししてやろうと思うんだが、久々すぎて怒り方を忘れてしまった。やり方を忘れたならわかるけど、怒り方忘れるってなんだそれ。しばらく見ないうちに老けたな。お前も、老けたってか、しばらく見ないうちに色々と変わったな。遊戯王のルールとかお前の部屋とか、なんだよリンク召喚して、僕のクプルフデッキ死んだぞ。わしのレイプラクターズと草生やしたスーパーレアデッキも見事に死んだぜ。妙な言い方やめろ。唯一無二の妹と大親友を同時に失い、ルール改定でデッキまで殺された黒崎さんかわいそう。遊戯王って言えば、今の遊戯王はエアライドしながらデュエルしてるぜ。わ、待てや、まるで意味がわからんぞ。ワープスターに乗ってデュエルしてる遊作思いついたし、ズッチー、この遊作のイラスト描いてや。カービィすらろくに描けない僕にかけと。しれっと箱に乗ってんなお前、やべえよ勝てる気しねえ。とか言って殴りかかってくるんだろどうせ。しょうがねえなあ、お望みとあらば、行ってやろう。って言いたいけど、こんな装備で大丈夫か。大丈夫ねえよ。タバレ梅干しが、あ、やべえせっかくハマってたのに逃してもうた。もういいわ見逃してやんよ。あの赤箱、パーツか。パーツだったら戦争の時間だな。戦争の時間だーって言いたいが、どうやら違ったみたいだ。なんだ、閉まらねえな。エンタメデュエリストならパーツぐらい気合で出せよ。勝手にエンタメデュエリストにするな。持ち前の自爆ゲーで笑顔にすんぞ。お前ごときが坂金屋に勝てると思うな。お、アイテム落ちてんじゃん。やめろって、これわしがスターボールぶっ壊して出したやつやぞ。んなこと知ったこっちゃないぜ。僕がお前と同じこと言ったらなんて答える。そんなに自分もだって主張したいならアイテムに名前でも書いとけやバカ。言ってえなこんにゃろ。なんか今回、お前を壊せと言わんばかりにアイテムが降ってくるぜ。くっそー、さすがにウィングジャブが悪い。せめてデビルにでも乗れたら。お、逃げんのかヘタレね。くっそー、72回ぐらい仕返ししてやりてぇ。そろそろクラッカー切れるし、絶対だ。お、ちょうどいいものがあるやん。一個は雨干しにファンサービスで、残りはお前だ、ミサは。お前のクソエイムゴルドーに当たるわけがなかろう。ふふふ、狙いはお前じゃない。お前の逃げ道を塞ぐことだ。なるほど、城の出入り口にゴルドーを置いて塞いだと。こっち側すっかすかだし、そもそもゴルドーの配置がバガバじゃねえか。お前が箱なら、わしも箱だ。目には目を、ワゴンにはセールを。なるほど、同じマシンだからあとは実力とタイミング次第か。喧嘩売ってるなこいつ。まあ待て、もっと先に喧嘩売りたい奴が現れたぞ。クソデカフライドどこだ、オールよこせ。あ、ズッチーよ、大変なことに気がついた。偶然だな、僕も大変なことに気がついてしまった。ワゴンなのにどうやって頭狙えと。しょうがない、あの鳥放置してお前狙うか。だがわしはあの鳥を狙う、塔の4段目から飛べば、ワゴンでもいける。大したもんじゃないか。これ絶対失敗するフラグだな。待って角度的にちょっときつい。一定な狙ったかのように翼羽ばたかせやがった。鳥の着地点先読み待機だぜ。よし来た、ここならいける。よし行くぞー。やっべ思って退場に飛ばねー。次はプラズマじゃ、食らうがいい。つっかえ、どこ打ってんだ。乱数で弾がぐれたんでしょ。オーガロン使ってる時の言い訳やめろや。さあ次は私が行こう。待って全然飛ばねえ。次元爆弾、ひらめいた。おいバカやめろ。お、考えてることがわかったか。じゃあ起爆は任せたぜ。任せろ。エクスプロージョンダイナマイトタックル。おいこれ私損しかないやんけ。まあまあ、そう硬いこと言うなって。うわびっくりした。誰だよこんなところに爆弾仕掛けたの。なんだ、お前もちゃんとエクスイ火薬やってるやん。疑ってすまんかったな。謝りながら切りかかんな。ケツを取られた以上、逃げるしかない。このプラズマを保持した状態で、どうやってあのうんこボールの後ろか正面を取るかだな。
くそ、うまいこと巻き上がった。これならいけるんじゃないかと思ったがそんなことはなかった。やけくそアロー。まあ当たらんわな。クソエイムを舐めるな。クソエイムについては人のこと言えへんな。まあ僕たち、プレイも実況も毎回ガバガバだもんな。ついでに企画もガバガバのガバのプーさんだな。おいゴル煽りろ。結構言ってぇな。やっべ普通に負けてる強化しなきゃ。あんなところにアイテムいっぱい売っといどうしてこうなったし。うっといアイテムいっぱいだ。お前それ私のだぞ。やめろー。すぐ近くにスクーターあったのが奇跡だ。すぐに取り返す。ほとんど残ってないぞもう。てか、お前ほんと死ぬときはとことん死ぬな。そこは何一つ変わってねえな。こっちだって死にたくて死んでるわけじゃねえよ。誰だよあんなところに爆弾仕掛けた脳みそと頭の中ボンバーマンは。脳みそボンバーマンは認めるけど、今回は僕じゃないからな。まあ、まだ暴れる時間あるし、諦めんぞ。わしは複数の投資で蘇る。そう、ペンデュラムモンスターのように。そのペンデュラムモンスター、新ルールでだいぶ死んだんじゃなかったっけ。あ、そっか。じゃあダメかもしれない。嘘ぴょーん。乗り換え途中の隙丸出しのところに爆弾ぽいぽいぽいのぽい。このクソ野郎ね、覚えとけよ。やっぱりこれ耐えるかな。頼む、踏ん張ってくれ。よくやったヘビースター。さすがの耐久力だ。ちゅ、壊れればよかったのに。これは仕返ししないとダメだな。今に見とけよ。じゃあ怖いよ。棒読みだな。まあ元のソフトが、棒読みちゃんだもんね。そりゃそうだな。てか、乗り換えしないんだな。ヘビースターに乗りたい気分だからな。壊される危険めっちゃ高いけど。カジカ、ハイダラー、出てこいや金玉、クラッカーでぶち抜いてやる。うわ、びっくりした。ラブリー27歳。いきなり出てくんなよ。マジでビビったわ。この野郎やめろとるんじゃねえ。ワゴンで仕返しするからちょっと待ってろ。だからいきなり出てくんなビビるから。残り1分でこんなポンポン死ぬとは思わなかったよ。生きて。あ、ごめん。てか、今回マジで交通事故多くね。ちょっと待て、どういうことだ交通事故って。開幕お前を攻撃したのは恋だけど、その後の激突クラッシュ。僕視点からだとお前が突然飛び出してきてるようにしか見えんからな。何が言いたいかっていうと、僕がトラックを普通に運転してたら、いきなり軽自動車が突っ込んできてるようなものだ。つまり、私が勝手に正面から飛び出しては死んでるだけと。オーマイガー。へっぽい能力だな。どうするんだこれ。シティでは散々だったけど、スタジアムで勝てばいいんだよ勝てば。バトロワだし、ワンチャン負けあるな。僕に戦意はそんなになかったけど、超久々にボコボコにできたんだ。どうせならこのままスタジアムで勝ってあいつを蹴落とすか。勝ちに貪欲だな。だが私も負けられんぞ。スタジアムであれだけやらかしたんだ。ここで楽天勝利しないと汚名返上できない。こいつら何くるくるしてんだ。てかてきいねえぞ。しょうがない。ここ出るしかないか。レックスだから、中央の金網ステージも行けれないわ。核の塔にいるボムも取りに行けんわ。不便だ。にしても、久々とはいえ面白いぐらい死んでたなお前。お前自分のことを見触りをだと思い込んでる精神異常者だろ。褒めてんのかけなしてんのかわからんが、挑発してることはわかった。このプラズマケツにぶち込んだろうか。はいクソエイム。プラズマおみくじショットだもん。今回は敵一体に当たったから、吉だな。僕が吉ってるって言ってんのか？んなこと言われんでも知ってるわ。てか敵がいねー。金網ゾーン来たけど、敵がおらんがな。おみくじショット、はい大凶。うわ、全然倒せてねえ。私もだ、こりゃ CP が1位になってプレイヤー微妙な立ち位置に。てマジかよそれでいいのか本当に。本当だよ、僕これで2位でいいのかよ。何この低次元領域。クソー、勝ちは勝ちだけどなんだよこの複雑な気持ち。マシンの破壊回数だと僕の勝ちだが、ネタ的に負けた気しかせんぞ僕。ってことで、ミサワが体張ってネタを提供してくれたダイジェストを流して、終わり。人の恥を固めて落ち扱いにするのやめちくりーさん。